グイード・アレッツオの像、グイード・ダレッツオは中世イタリアの音楽教師。現在用いられる楽譜寄付法の原型を考案した。また、ミクロロガスと呼ばれる中世の音楽史上に広く受け入れられた論文を発表したことでも知られる。グイードの生没についてはよくわかっていないがフランスで生まれたのではないかとする説がある。カトリック教会の修道会、ベネディクト会の修道士で、 イタリアのアレッツォに住んでいた。最近のミクロロガスの研究により、1025年か1026年、彼はある手紙の中で34歳と記していることから、生まれたのは991年か992年で、あることが推測される。彼は、アレッツォに移る以前、アドリア海沿岸、フェラーラにほど近いポンポーザ修道院に所属していた。彼は、ポンポーザ時代、 聖歌隊がグレゴリオ聖歌を暗記するのがとても困難であったと記している。グイードは聖歌を短期間で覚えられる方法を考案し、北、イタリアで有名になった。しかし他の修道士からの反感を買い、アレッツォに移った。アレッツォに修道院はなかったが、指導が必要な歌手が多数いた。アレッツォの大聖堂で聖歌隊を指導する傍ら、 クイードはアンティフォナリウム除雪というどんな楽曲を表記する場合にも標準的に使える寄付法を説明した音楽教師向けの実践的なテキストを表した。楽曲の記憶を補助するこの優れたテキストは交換に留付し多くの写本が作られた。クイードの音楽指導法は高く評価され、1028年、当時のローマ教皇ヨハネス19世の前でその指導法を披露した。 グイードに関する記録は1033年を最後に残っていない。1050年頃はレッツォ、あるいはアベアーノで死去したようだ。ソルミゼーションのための解明は、グイードが表したアンティフォナリウム除雪によって広められた。聖ヨハネ参加は、第1節から第6節まで、その節の最初の音は、それぞれ CDEFGA の音になっており、それぞれの冒頭から、ウッドリミファ。 ソルラという解明が作られた。ウッドは現在でも、フランスでは使われているが、発音しにくいためドゥに変更され世界中で広く使用されている。後に、聖ヨハネ参加の最後の歌詞から SI が加えられ、現在使われているドレミファソラシが完成した。解明は、ポンポーサ時代に、すでに考案されたかもしれないが、当時彼の書いた、聖歌集は失われていて、 よくわかっていない。グイードは、グイードの手と呼ばれる音階の教育法も考案した。それは音を手の各所で示すという方法で、かつては広く使用されていた。グイードの手は、音楽教師が生徒に音階を教える際に、視覚教材として利用された。ありがとうございます。